はい、どうも、小太郎です。というわけなんですけどもね。今、セカンドチャンネルやっていきたいと思います。今回のテーマ、今年のアルプスどこ行くかっていう話ですね。どうしようかなと思ってて、いろいろとね、イベントが多くてね、あんま決めきれてないってところなんですよね。ただ、一個ね、決まったのがね、富士キックスとね、あそこ行こうと思います。剣岳ね。立山行くんかな。なんか言うてましたけども、僕行ったことないんでね、富士キックス行く、どっか行くとこあるって言ったら、行くって言ったら、ほんな僕そこ行くわ、とか言ってね。まあ、そんな感じで相乗りさせていただくっていう感じですね。なんでまあそれがまあお盆かそれぐらいかな、まあ行こうかなっていうのとですね、あとはまあ4月の、末ぐらいにどっか行こうかな思ってるんですけども、そうやな、それもちょっと、上高地経由でどっか行こうかなと思ってるんでね、そうやな、長ヶ岳常念でもええな思いながら、ちょっとまあいろいろと考えております。はい、ほんでね、次どこ行こうかなってとこですよね。まあ行くとこいっぱいあんな、アルプス、まあどうしようかな、南アルプスも行きたいしなというところね、あんまり考えてないですね。いつもやったらね、多分あれが違うんでしょうね。いつまで土日しか休みがなかったんですね。このフリーランスなる前はあれなんで土日が休みなかったんで、これどういう風な感じでテントバー取ろう、なんか空いてるか空いてへんかとか予約とかあったんですけどね、今特にもう縛られてないんでね、あんまり、だからその辺がちょっと緩くなってるんでしょうね。なんでまあどこ行こうかなというところで、多いなというところ、どこ行こうかな、まだ決めかねてるところなんでね、またちょっとゆっくり考えていきたいと思います。はい、まあそんな感じで、ほな、さいなら。